みんなこんにちは。アーリオオーリオリオちゃんです。はい。はい、今日ねリオちゃんのカバンの中身紹介をやっていきたいと思います。イエーイ。ポポポポイエーイ。まずは、カバンのね見た目を紹介したいと思います。どんなバッグを使ってるのか。うんうん。おいでーおいでー。おお。あのサイズが小さいからちょっとハンカチとねティッシュでちょっと牛乳でいっぱい入れてるからバッグはこれ以外にも2個持ちした方がいいと思います。2個持ち、うん、でバッグを2個持ちしてるので2個目のバッグがこんな感じ。ちょっとパパ持ってるやん。2個持ちリオじゃなくてパパが2個持ちやん。いただいたね、ちいかわのちいかわって書かれているバッグです、うん、この中にはいろいろ入っています。まずはね、これリップ、うさぎのねやめてな、ピンク、うん、パジャマリップ、パジャマリップ、こんな感じでね、めちゃくちゃいい匂いがするんだけど、うん、あんまり潤わないんだけど、リラックスできる感じの香り重視、もちうまプリンの匂いがします、うん、いいね、次はこのリップグロス塗るためのね、うん、どこで買ったの？これはね、東京の、うん、あの原宿で買いました。あ、おしゃれ、メイク青、ピンク、オレンジの元気なカラーが入っています、はい、次はね、これシナモロールのね、サンリオの鏡、やめて、うん、これも、うん、東京の原宿で買いました。あ、すごい、都会人、うん、あんた東京行ったことないやん。セリアで見たら気づいた。違う、セリアは田舎ですよ。お前セリア好きやん。そうよ。じゃあ次行きます。で、これはね、さっきのリップとか塗るときにしたり、うん、あと、風が吹いてきたりとかして、前髪がボシャボシャになる。腹立つ。よけたりするのを使えると思います。次は、このね、セガトイズさんからありがたくいただいた、コミックフォンを、これね、使います。うん、これね、セサカのカードでね、いろんなキャラクターに変身ね、させれます。うん、かわいい。よく来るの。あとね、待ち受けがあるんですけど、うん、ちょっとしばらく少々お待ちください。あー、なんかこんな感じに待ち受けはね、リオの写真が上がってある、うん、ちょっと見えない、スタンプとか、うん、いっぱい貼ってある、ドアップですね。はい、よく来るのは仕事の連絡とかです、うん、あ、ちょっと、あ、はい、はい、あ、はい、もしもし、もしもし、手やめてくれ、あの、部長に戻させていただいてますので、はい、はい、ありがとうございます。失礼しました。お疲れ様です。嘘で、ちょっと説明しました。っていう感じでね、仕事の連絡が来ます。あ、来ます、来ます、すごいですね、うん、最後が、うん、じゃじゃーん、おー、これはね、お財布、ちいかわアイス食べてる、うん、これ見て、これ、うん、分厚いでしょ、これ、うん、すごいね、手やめて、うん、お金持ちそうでしょ、おお。確かにまだね、何も入ってないんだけど、入ってないかい。これから使うところです。ほら、うん、カードも、あとお金もちっちゃに入る、うん、お札もね、いろいろ満杯に入りそうな、ほんとだね。じゃあお金稼がないからね、リオちゃん、うん、うん、じゃあ1日でどのくらいお金もらえるの？何が？ん？仕
仕事働いてる。お仕事したら、うん、1日、うん、1日何の仕事するかにもよる。1時間800円とか900円とか、うん、やさー僕そんなさいけないじゃん。あ、まあ、ここら辺はなんか田舎とはいえまあちょっとあの都会味のある田舎じゃけ、都会じゃないから。いやいや東京の、いや東京と比べて安いよ。いや、あの東京の都会さを失墜のような目で見よう。違う、東京はすごいね、時給が高いんよ。1時間、ね、時給は高いぞ。1時間、お前に言うか。違う、高いぞでな、ね、パパが教えてあげよう、今パパがリオに教えてあげよう。リオが教えてあげよう。いい、聞いて東京はさ、東京はあれ、ま、な喋る気なくなるの。分かってないよ、ね、ここら辺だってね、リオ、そんなに田舎とはいえよ、都会感はあるよ。どこが都会か言ってみよ。いや、よしもほんまにめちゃ田舎っていうところと比べたら都会道とか言ってみ。ちょっと待って、聞けよお前、めちゃくちゃお前都会みたいなとこあるわお前。スタバできたわ最近。あ、ほんまや、スタバできたよ。都会はね、スタバあるもんね、もう当たり前やから。え、もうそんなね、誰も気に入ってないから。できた。土日いつもめっちゃ渋滞しとる。他行くとこないけど。いや、それダイナモの方じゃない、パチンコの方じゃない。パチンコも混んどる。ダイナモの方じゃないって思う。ダイナモの方じゃないって思う。すごいやん、あんた。よう見てる。大人と喋んねんかい。よう見てる。よく見てるね。りゅうちゃん、あれやな、大人やな、うん。最近なんか見た CM で気になった CM あった？青汁。青汁？あ、あと夢グループ。夢グループ。この間夢グループ見たな。うん。うん、あの夢グループの女の人が安い。お前それ好きなだけだろ。でこれがね、めちゃくちゃ粘かった。粘みが良かった。粘み一押し。うん、一押し。リオの一押し。うん。いいなと思った。うん。売り方上手。うん。何に目線なの。なるほどね。うん、うん、りゅうちゃんのカバンの中身紹介はこんなもんでいいんですか。はい、はい、これお財布入らんよね、実は。あー、確かに。3個持ち。ちょっと待って、ちょりゅう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 、お前パパいつもそれ次から持たんよ、お前そのユニコーンとそれ、うん、もうお前何入っとんのと思った。ユニコーンよしよししてもええやないかい。ええやないかいでないやん。お財布は自分で持ちます。あ、そうなん、うん、でも焦げんやんとしたくるんです。いや、おっさんのセカンドバッグやん。おっさんやんそれ。こんな感じでね、女子力高すぎるリオちゃんの、うん、ね、カバンの中身でした。うん、いや、はい、でもそれうっとしいんじゃないかな。さ、入ってくない。お前のカバンはランドセルやろ。ランドセルちゃうけど、お前のカバンの中紹介は、まあ、学校のランドセル出し器で教科書の、まあ、国語ですとかやろ。わけわからん。な、な、学校の話したらさ、どこの学校がわかるやろ。個人証拠は保護と言っただろ。そんなことないね。みんなも個人情報には気をつけてね。はい。名字とかは出さずに。うん。そうだね。じゃあね、そんなわけでね、リオちゃんの顔の中身紹介でした。うん、じゃあ最後まで見てくださったのかな。次のバイバイ。